こんにちは、こんばんは、はるです。定番は DIY して車中泊仕様、経験を作っている動画になります。今回は高田塗料を手塗りでハケトローラーを使い、外装を全塗装していく内容になっています。前回の動画で錆止めを塗って、傷やへこみをパテ埋めするといった作業まで完了しています。今回は前回の動画の続きとなっております。まだご覧になってない方は、チャンネル登録をして、ぜひ最初からご覧ください。よろしくお願いします。まずは塗装前の下準備を行っていきます。まず洗車をします。その後ワイパーやエンブレム、バイザーなどを取り外していきます。次にマスキングを行っていきます。次に足付けといってサンドペーパーで車両を傷をつけていくという作業を行っていきます。足付けが終わったら油分を取り除く脱脂という作業を行って、下から塗料をハケとローラーを使って手塗りしていくということになります。今回の動画が軽バン DIY の16本目の動画になります。本当だと外装を塗装していくといった作業は一番最初に行うものです。ただ僕の場合、屋根付きの作業場がないことと、天気の悪い日が3週間ほど続いたので、しょうがなく中の作業から先に行って塗装が後になっているということになります。よろしくお願いします。ちなみになんですが、今画面に映っているのは前回作成した付けっぱなしにできるソーラーパネル付きのファンになります。洗車機に入れて水が入ってこないか確認しています。結果、水も入ってくることはなく大成功でした。こちらのソーラーパネル付きのファンの作り方も過去動画に載せてますので、よければご覧ください。現在の車内の様子はこういった感じになっています。右側に棚を設置してポータブル電源やテレビなどを取り付けています。洗車が完了しました。ガソリンスタンドで吹き上げ作業を行ってから自宅に戻ります。自宅に戻ってきました。まずはワイパーやバイザー、エンブレムなどを外し、ステッカーを剥がしていくといった作業を行っていきます。まずはリア部分のワイパーから外していきます。最初にカバーを外します。カバーを外すとボルトが見えてくるので、ボルトを外していきます。歯車のような溝が合わさったようになっているので、動かしながら引っ張ると外れます。外れにくい場合は一度パーツクリーナーなどを吹きかけると良いかと思います。ナンバープレートも外していきます。プラスドライバーで外せます。フロント側のナンバープレートも同じように外していきます。次にリア側の窓のバイザーを外していきます。2箇所ピンで留められています。内側から押してあげてピンを取り外します。内側から押して緩んだピンを外側から取り外します。ピンを取り外しました。とても小さい部品なのでなくさないように気をつけます。ピンを外してもバイザーは両面テープでしっかりとくっついています。ダイソーで購入したこの釣り糸を使ってバイザーを外していきます。ダイソーで100円で購入できます。釣り糸は切れやすいので、なるべく太いものがいいかと思います。車両とバイザーの隙間に釣り糸を入れて、左右に動かしながら、両面テープを切っていきます。釣り糸は適当な長さに切ったら、今映像に映っているように手で持つのではなくて、ドライバーなどに巻きつけてから作業を行うといいかと思います。釣り糸が通り切ったら手で外していきます。割と簡単に取り外すことができました。残りのバイザーも同じように取り外していきます。こんな感じで全てのバイザーを取り外しました。バイザーを外す作業とマスキングをする作業を分担して行っています。マスキングも特に難しいことはないかと思います。塗装する部分としない部分のちょうど境目のところにマスキングテープを貼っていくだけです。次にバイザーを外した後にまだ残っている両面テープを剥がしていきます。今画面に映っている3つの道具をうまく使っていけば綺麗に剥がせるかと思います。一番左のものは消シールといって電動ドライバーなどに取り付けて、回転させながら残った両面テープの部分に擦り付けて消しゴムのような感覚で
残った両面テープの跡を取り除いてくれるツールになります。残りの2つは、ハケで塗るタイプのシール剥がしとカッターになります。車両に貼られているステッカーやエンブレム、そして残った両面テープの跡をこれら3つを使ってきれいに剥がしていきます。こんな感じで両面テープの残った跡をきれいにすべて取り除きました。次にステッカー類を剥がしていきます。ハイゼットカーゴのステッカーを剥がしていきます。僕はシール剥がしを塗ってからカッターで少しずつ剥がしていくというやり方をしました。きれいに剥がすことができました。最大積載量のステッカーも同じように剥がしていきます。次にエンブレムを外していきます。バイザーと同じように釣り糸を使って、車両とエンブレムの隙間に釣り糸を通しながら外していきます。エンブレムの裏側は2箇所出っ張った部分があるので、その部分が折れないように気をつけながら作業しています。エンブレムが外れました。両面テープの残った跡もきれいに取り除いていきます。次にテールランプやブレーキランプなどを外していきます。テールランプもブレーキランプも2箇所のネジと1箇所のコネクタを外すだけで簡単に取り外すことができます。あとは必要な場所にマスキングをしていく作業となります。すべての部分にマスキングをすることができました。車両のマスキングは初めてだったのですが、割と上手にできたかと思います。マスキングの作業が終わったので、次は足付けの作業になります。塗装するすべての部分を600番のサンドペーパーで削っていきます。サンドペーパーで削っていくと、削った側は白くなっていくので、わかりやすいです。足付けの作業は特に難しいことはないと思います。あまり力は入れないで、優しく擦っても白くなっていくので足付けはできています。全塗装なので、どんどんやっていきます。
こんな感じで全ての足付けが終わりました。映像で見ても白っぽく足付けをした跡が残っているのがわかるかと思います。次は足付けした塗装する部分に脱脂という油分を取り除く作業をやっていきます。僕は宝塗料で塗料と一緒に脱脂用シンナーワックスオフというものを購入しました。1780円で1リットルあるのでかなりお得だと思います。ワックスオフはウエスや布などに含ませて使います。足付けの際に出たホコリや削りカス、ワックスや油分などを拭き取っていきます。タオル生地などで拭き取ると糸くずなどが車についてしまいますので、なるべく糸くずが出ない素材のものを使った方がいいかと思います。僕は古い T シャツなどを適当な大きさに切って使用しています。布が汚れたら新しいものに交換していって使用しているので、数が多い方がいいかと思います。ということで、ひたすら脱脂の作業を行っていきます。こんな感じで脱脂の作業が終わりました。脱脂の作業は特に難しいことはないかと思います。脱脂の作業が終わったので、いよいよ塗装になります。ハケとローラーを使って手塗りしていきます。塗料は宝塗料の水性塗料、色はビスケットになります。ハケやローラー、容器などはすべてダイソーで購入してきました。塗料の蓋を開けていきます。開ける前に適度に振ってから混ぜて開けています。蓋を開けたら V の字になるようにマスキングテープを貼っていきます。こうすることで塗料が足りにくくなります。適量をバケツに入れていきます。次に水で薄めていきます。水性塗料は水と混ぜていきます。薄める率は 5% から 15% だそうです。僕は目分量で適当に水を追加して混ぜました。塗料と水を混ぜ終わったら、ハケとローラーと容器を用意して塗料を容器に移していきます。ここからいよいよ塗装になるのですが、塗装の動画が機材のトラブルでほとんど撮影することができませんでした。ですので、ここからはローラー&ハケで車の塗り方ハンドブックという宝塗料からいただける説明書を紹介して終わりたいと思います。素人の僕が初めて手塗りで車両を塗装した感想なのですが、こちらのハンドブックを見ながら作業をしていくと、失敗することはまずないのかと思いました。こちらのハンドブックにはマスキング、足付け、脱脂、塗料の準備、塗装、仕上げ以上の工程が丁寧に記載されています。僕はむしろその塗装の前の準備のワイパーやバイザー、エンブレムなどを外したりする作業の方がとても難しかったです。この動画を参考にしていただいて、必要な道具や簡単に外せるコツなどを知ってもらえたら嬉しく思います。手塗りしていく様子は映像が少ししか映っていませんが、ご覧ください。ローラーやハケを使って手塗りしていく作業はとても簡単だと思いました。映像に映っていませんが、中学生の姪っ子や小学生の甥っ子なども手伝ってくれて、とても楽しく塗ることができましたが、仕上がりはとても綺麗にできていました。それぐらい簡単に楽しくできるということだと思います。最後に個人的に感じたコツなどをお話しして終わりたいと思います。ローラーは大中小3種類ぐらいあるのですが、小さければ小さいほど塗りやすいです。ローラーが長くなればなるほど力の入れ方が難しくて、結局僕は小さいローラーしか使わなかったです。ですので、小さいローラーを複数個買うことをお勧めします。あと、マスキングテープの剥がし方です。マスキングテープは塗料が乾いてから剥がそうとすると、塗料も一緒に剥がれてしまうことがあります。ですので、
サンド塗りぐらいをした後に塗料が完全に乾いてしまう前にマスキングテープを剥がす必要があります。その時にコツとしてカッターをうまく使い、カッターで切れ目などを入れながらマスキングテープを剥がすことをお勧めします。繰り返しになってしまいますが、宝塗料から送られてくるハンドブックを見てその通りに行えば失敗することはほとんどないかと思いますので、よろしくお願いします。ということで、塗り終わった映像がこちらになります。初めてにしては綺麗に塗れたかと思います。むしろ綺麗に塗れたというより、こんなに簡単に楽しく塗装ができるんだというのが正直な感想です。シルバーのどこにでも走ってるような貨物車がかっこよくなってとても満足しています。ちなみになんですが、宝塗料のホームページでも掲載されました。宝塗料のホームページでも塗装の仕方やいろいろな色の参考画像などもありますので、ぜひご覧ください。説明欄に宝塗料のホームページのリンクを貼っておきます。ということで、今回はこれで動画を終わりたいと思います。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。次の動画も見てください。